この男性は鼻でパソコンのタイピングをするギネス記録の保持者。このおばあちゃんはインスタグラムで67万人のフォロワーがいます。そしてこれはアメリカのアニメシンプソンズの登場人物のメイク。この男性は20年間レンガを食べ続けていて、この男性は42キロの冷蔵庫を背負ってフルマラソンを走り切りました。世界中には本当にいろんな人がいます。何かよくわからないギネス記録を持っている人もいれば、年齢を全く感じさせない人もいるし、理解不能なことをし続ける人もいれば、人々を心から感動させるすごい人もいます。今回の TGM マッシュアップはですね、そんな世界中にいるいろんな人たちをアリケータが紹介していきます。まずは一番最初に皆さんに見せたこちらの男性から。彼はインド出身のムハマド・ハッサンさんなんです。インドは IT 先進国っていうことでコンピューターの技術がズバ抜けているんですけど、彼は鼻でパソコンのキーボードをタイピングする技術がズバ抜けているんです。もともと彼は2012年にアルファベットの A から Z を手で 3.43 秒でタイピングした世界記録を保持しているんですけど、手だけでは飽き足らず鼻でタイピングする世界記録を最近樹立しました。早いといえばこちらの男性は水中でルービックキューブを誰よりも早く解けるんですけど、彼は本来普通の状況下でルービックキューブを誰よりも早く解ける世界記録を保持しているんです。2人に共通して言えることは、一つの技術を完璧に身につけたらさっさと応用しちゃった方が良さそうです。この筋肉ムキムキの女性の年齢を聞くと皆さん驚きます。彼女はなんと77歳です。ちなみに彼女も世界最高齢のボディービルダーということでギネス記録を保持しています。このおじいちゃんはブルガリアに住んでいるんですけど、彼は人々から成人と呼ばれているんです。年齢が99歳だから成人というわけじゃなくて、彼は物乞いをして集めた2万4000ドル日本円にして約240万円を教会や修道院に寄付したんです。そしてこのおじいちゃんは93歳なんですけど、彼も負けていません。彼は成人じゃなくて超人です。なぜかというと93歳にしてスカイダイビングをしたからなんです。こちらのおばあちゃんは86歳なんですけど、彼女はまだまだ若いです。その証拠に彼女はインスタグラムをやっているんですけど、フォロワーの数がなんと9万4000人もいます。そしてこちらのおばあちゃんは一番最初にも皆さんに紹介したんですけど、彼女は80歳でインスタグラムをやっていて、フォロワーの数が67万人もいるんです。この写真は ISS 国際宇宙ステーションのインスタグラムのアカウントから投稿されたものなんですけど、インスタグラム史上初の宇宙からの自分撮りの写真です。この男性は別にクローンで作られたわけじゃなくて、たった一人の男性です。彼はカナダに住んでいる写真家のアレクシスさんなんですけど、これは Google マップのストリートビューで実際に見ることができるんです。ストリートビューのリンクはビデオの説明欄に載せておきます。写真家ということで、ストリートビューの撮影の仕組みをよく理解した上でパッと見クローンかと見間違えるようなことができるんです。ちなみにストリートビューの撮影の場所はイケアです。これは写真ではありません。実はこれ絵画なんです。さらに驚くのが、この絵画は16歳の女の子によって描かれたんです。しかもこれ鉛筆のみで描かれたんです。この鉛筆で描かれた絵画の制作期間は約1ヶ月。そしてこの絵画は見事にアイルランドのアートコンテストで優勝したんです。まだ16歳ということで、将来はとんでもない大物になりそうです。これは兜、これはドラゴン、これはライオン、そしてこれはアイアンマンなんですけど、これら全てはなんとボール紙から制作されたんです。作品の原材料は0円で、これら全てを制作したのはたった一人の台湾人の学生で、彼の名前はチュン・カイシャンさんで、まだ20歳です。お金をあまりかけないといえば、彼のコスプレは面白いです。彼はタイに住んでいるアヌーチャ・チャサイエンチャートさんなんですけど、彼は普段デイケアの仕事をしていて、週末になるとコスプレイヤーになるんです。そんな週末コスプレイヤーのアヌーチャさんの Facebook ページ、ローコストコスプレはバンコクポストというメディアで紹介されて、一気に有名人になりました。これはリアルシンプソンズでメイクをしたのはベロニカ・エルショワさんで、スタイリングはミカエル・クラフチェンコさんです。ちなみにこの髪の毛にはお花が使われています。もっとリアルでグロいメイクといえば、サンドラ・ホルンボーンさんとステファニー・フェルマンデスさんがおすすめです。皆さん心の準備はいいですか？どうぞ。
この女性は自分撮りをするのにハマってしまい、完璧を目指しすぎて美容整形代に約150万円もつぎ込んでしまいました。こちらはイギリス在住の18歳の男性なんですけど、彼の右腕のタトゥーよく見てみてください。そう、このタトゥーはマクドナルドのレシートなんですけど、なんでこのタトゥーを入れたのかというと、友達との賭けに負けたからだそうです。イギリスのロンドンには奇妙な光景があります。スーツ姿の男性を散歩している中年女性がいるんです。この光景謎すぎますよね。さらにロンドンは謎だと思わせてくれる光景があるんですけど、電車の中でみんな一斉に食べ物を食べているんです。しかもよく見てみるとほとんどが女性で、実はこれ女性はどこで何を食べても構わないじゃないかっていう男女平等を訴えかけたキャンペーンなんです。皆さんこれまだ持っていますか？アメリカには今大量にこれを集めている人がいるんです。彼はアメリカワシントン州に住んでいるライアン・ベイツさんなんですけど、写真を見て分かる通りビデオテープを大量に集めているんです。しかもキアヌ・リーブス主演の映画スピードのみでその数なんと約550本です。同じものをただひたすらに。例えばこちらのイギリス在住の20歳の女性ハンナ・リトルさんは、なんと5歳から20歳までの15年間ずっとフライドポテトしか食べていないんです。もともと彼女は SED 選択的摂食障害なんですけど、現在は催眠療法を受けていろんなものを食べられるようになりました。こちらの男性は朝昼夜の3食、いや食じゃなくて飲み物、ビールですね。ビールだけは20日間連続で飲み続けているんですけど、さらにヤバいのがこちらのインド南西部のカルナータカ州に住んでいる男性です。そう、彼はレンガを食べているんですけど、なんとレンガだけを食べ続けて早くも20年が経過しています。インドよりもさらに大きい中国にはすごい人がいます。中国の重慶市には蜂に覆われても全く問題のない人がいます。蜂が彼を覆った時の総重量は約45キロなんですけど、個人的にはこの写真に写っている蜂に覆われている男性の隣にいる男性もすごいと思います。ノーガードですからね。ノーガードといえば動物学者の彼ケビン・リチャードさんもすごいんですけど、彼はライオンを目の前にしても全く恐れません。それどころかライオンたちと人間同様、いや家族同様の付き合いをしています。そして南アメリカには馬に対してヨガを教えている超人が存在します。超人といえば世界にはいろんな超人が存在するんです。彼はアメリカを歩いて横断した経験があるんですけど、その回数は1回だけじゃなくて6回も横断に成功しているんです。彼はスティーブン・フォゲートさん、67歳でこれから7回目のアメリカ横断に挑戦するんです。ちなみにスティーブンさんがこれまで歩いた歩行距離は3万4000キロです。地球一周が約4万キロっていうことで、スティーブンさんがどのぐらい超人かは言わなくても分かりますよね。この男性も超人なんですけど、彼の名前はジョシュ・スペクターさん。彼はただひたすらに走り続けたんです。そう、映画フォレスト・ガンプのように一度も止まることなく135マイル約217キロも走り続けました。イギリスにも超人がいるんですけど、彼は少し変わった超人です。彼の名前はトニー・モリソンさんなんですけど、彼が何を背負っているのかというと冷蔵庫なんです。しかもその重さはなんと42キロで、これを背負いながらマラソンをして1日に2回のフルマラソン、距離にすると84キロを走り切ったことがあるんです。ちなみに彼は自分のことを驚異的なことをする普通の人と言っているんですけど、明らかに普通の人ではないですよね。超人って呼ぶ皆さん、スーパーヒーローを忘れてはいけません。今日最後は感動的なスーパーヒーローを紹介したいんですけど、彼たちには別にスーパーヒーローのような力はないんですけど、優しさはあります。この人たちは窓の清掃員なんですけど、1年に4回アメリカミシガン州にあるチャールズ・スチュワート・モット小児科病院の窓拭きをしに来るんです。これには子供たちも大喜びということで、スーパーヒーローたちのミッションは大成功に終わりました。今回の TGM マッシュアップは以上です。今日皆さんに聞いてみたいのは、あなたが今までに遭遇した変な人とのエピソードは何ですか？もし何かあったら下にコメントで教えてください。それでは今週の土曜日の夜9時の TGM プレイリストでお会いしましょう。以上、アリケータでした。じゃあまた。